なんですよね。どんな絵になるんだろうな。聞いてますね。出てます毒、はい、毒出てます、間違いなく。あ、よかった、伝わってます。伝わってます。毒っぽいですか。毒っぽいですね。頭の上にひょごひょごって出てる。そうですね。あれはもうやられちゃってんですもんね。そうですね、毒は継続ダメージなので、気絶つけたりするといいのかなと思って。いやらしいですね。もう毒と炎で動かない間に削るっていう、こういうのも従来作品もあったんですよ、はい、武器にカスタマイズしたり、もともと属性がついている武器であったり、うん、そういうのも自分で素材を集めたり、こういう玉を集めたりして自分でカスタマイズしてつけるっていうのもずっと楽しんでいただけるのかなと思います。おっと、新規が今、はい、目の前にいますね。炎症側にいる新規ですね。これも、寝返って味方になるっていうような展開も用意されているので、ぜひ製品版ではいろんなミッションをこなしていただいて、味方にしたいですね。ぜひ。ねえ、でも敵なんでやっちゃいます。まあ今は状況結構厳しそうですけど、大丈夫そうですかね。まあ華麗なんで大丈夫なんじゃないですかね。新規様は華麗ですけどね、もうちょっと見てたいぐらい。宮内さん危ないですね。危ないですよ。ちょっと危ない。ねえ、でもやっぱ本当アクションがかなりつながるっていう印象を受けますね。ずっと攻撃してますもん。ただ、さすがに宮内さんがちょっと無言になりましたね。ちょ、気づかれました。はい、大丈夫ですか。今、やばいなと思って、はい、マップが真っ赤ですもん。